こんにちは。今日から始める安心着物、着物楽庵小玉です。今日は以前型から、新しく起こして、ドクロの江戸小紋を染めたいということで、型紙を作りまして、で、染めるというお話をちょっとさせていただいたんですけど、以前襦袢が出来上がってきた時に、襦袢のその動画を撮らさせていただいたんですけれども、今回やっとお着物の方が染め上がってまいりましたので、皆様にもなかなかちょっといい雰囲気なので、皆様にもご覧いただきたいと思って動画を撮らさせていただいております。で、本日染め上がってきましたものが、今こうした感じの大島の生地にドクロを染めたもので、こんな感じの、ちょっと大きくしてもらうと、こんな感じの、どっちかいうとあんまりおどろおどろしいドクロではなくて、それこそ漫画に出てくるようなちょっとかわいい、ドクロの、図案がいいということで、で、そういうご注文がありましたので、伊勢型紙の型紙屋さんにお願いをして型紙を彫って、で、染めさせていただいたんですけれども、この意外とドクロの型が結構大変なのが、このちょうど顔の真ん中にこう目ん玉がですね、ブツブツとこうあると思うんですけど、結局これがあるために、型をつなげることができないので、基本的に、こうしたような型でも2型、一応その型紙を使って染めさせていただいてるんですけれども、こんな感じで、で、以前やはりこれもご指定があってお染めさせていただいたお襦袢の方が、前にこんな形のお色のものを、見ていただいたと思うんですけど、一応こちらをこうお襦袢にしてですね、こんな感じで、着物として合わせてきたら面白いかなということで、ご指定いただいて、こういうものを染めさせていただきました。で、これで、襦袢と着物が染め上がってきましたので、これからちょっとお仕立てをして、お客様にご覧いただきたいというふうに思うんですけれども、本日は反物の方が出来上がってまいりましたので、皆様にもちょっと、お見せしたいなというふうに思いまして、動画を撮らさせていただきました。ということで、本日は型紙から、ご自分の好きな、柄で型紙を彫って染めた、江戸小紋ということで、そうしたものが染め上がってきましたので、動画を撮らさせていただきました。ということで、本日も以上、ありがとうございました。